星川奈々と里中ゆずのゆるちゃんお休み前のひとときゆるっとお届けするチャンネルです星川奈々です里中ゆずですはい 本日はスカイウェブ FM 京成ローザスタジオより公開収録でお送りしております。はーい。はーい。えー、本日10月4日分ですね。はい。はーい。10月4日、うん、なんとなんとイワシの日はい。今日も元気に語呂合わせー <laughs> はーい。イワシ。イー、ワシよ。はい。ワーシー。の、んーと、イ 意が1、和が0、4、4、ということで、語呂合わせ。え、見事な語呂でございます。ね。え、いいです。はい。あとね、証券投資の日。難しいね。難しいね。まあ、投資。投資だね。語呂合わせだね、これそうだね。なかなか、ちょっと縁がないけどね。でも、語呂合わせだけじゃなさそうだね。そうだね。 でもさ、凍死、うん、の日ってことはさ、うん、あの凍えるえ凍えて死んじゃう凍死日も、凍死<ー>の日？<laughs> それはないの？それはちょっとね、知ら <laughs> いの、ね、調べる限りはちょっと分かんなかったけれども、そっちの凍死もあるね。うちでもそういう日あっちゃダメか、ね、そうだね。まだそこまで寒く、ね、そうないね。うんうんうん。うんうん あとね、百百四の日？一マル四じゃない？<laughs> そうだ一マル四だよ。<laughs> なかなか使わないもんね。一マル四はあんまり使わなくなったね。昔の方が使ってたイメージがあるかもし、ねね、今もあるんだっていうちょっとイメージなんだけれどもあるんだよね。一マル四何、うん、何かわかりますか？電話番号ありなーで、ねうんだね。うんうん。うん。うん 電話番号案内電話番号案内ってさ私使ったことないんだけどうんえどこどこの電話番号教えてください」っていうやつでしょじゃあでもでも住所とかわかんなきゃダメかなどうなんだろうなんかだいぶ昔に使った気もしなくはないけどほんとんかさうん ここのところさもうずっと個人情報がうんたらかったよ,、うんだよね、とかさすごいねだんだんきちんとさ、うん、されてきた中でさ、うん、電話番号をさね教えていい,いいのかどうかだよね,ねどこまでいいんだろうねスーパーとかさお店とかはいいかもしれないけどね。は教えて 昔は教えてたのかな。ねえ、住,住所をさ、住所と名前が合えば教えてたんじゃない？昔は。結構なか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 難しいね。家でね使い方が難しいね。ね<え>、うん、今どうなってんのかちょっと気になっちゃうね。<laughs> うん、本当だね。うん。ね、あの電話番号案内の日というのでこれに関連して、うん、えーっとね。うん なくしたものをもう一度本気で探し探してみる日、探し物の日って合わせて <laughs> 探してみる日、うん、みたいな。あお探しする日だね。そうだね、そうだね、全体的にね、探す日なんだね。探す日なんだね。ああすごいね。うん、もう一度。 本気で探してみる日。本気でねいいね。いいね。一年に一回そういう日があってもいいね。そうだね。うん。まあでも、一番手取り手取りもやいてたられたね。うん。イワシを食べましょうかね。これからの時間ですが。イワシね。うん。イワシ。お魚屋さんがもういてないかもしれないが。そうだね。イワシも高いのかな どうだろうね。食べないけど、普段。そうね。ん。サンマはね、ちょっと高くなったというのをね。そうね。でもほら、ねえ、生きら。だから、サンマ。うん。うん。イワシも旬なのかしら、秋が。秋どうなんだろう。ねわかんない。でもイワシの日だからね。うん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 。ぜひ。気が向いたら。はい。はい。食べてみてください。はい。それでは、星川奈々と、里中ゆずのゆるちゃん。 ゆるっとスタートですゆるちゃんゆるっとーくこのコーナーは皆さんからのお便りをご紹介したりお悩み相談をゆるっと 解決してみようのコーナーです。はい、本日もお便りいただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お便りです。増さんより、はい。先日テレビでやっていたのですが、やってみてください。えー、<laughs> はい。え、なに？なに,なに、なに？右目を言い続けると、うん。うん、耳毛。 尾崎 <laughs> を言い続けると餃子になる、うん、えー、嘘 <laughs> え嘘ええ私はなるのですが、うん、家族のものはなりませんでしたって <laughs>、えー、<laughs> なることあるんだ右目が耳毛そうそう何、うん、か言えばいいんだろうねずっとでも言ってたらそのうちに自然となってるよってことだよねなってるのかな,な,ってるのかなうん えちょっとナナちゃん言ってみてよ右目右目って分かった右目右目あらちょっと右目が言えないもう一回右目右目右みあれ右耳もうまもうあれ右耳になりそうだった今え右目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 右耳えああ耳今なったなったちょっとゆずちゃんやってみて今日うん。 右目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 右ら右い。右う右目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 右な右目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 う目右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 右右右右右目右目右目 右目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 右耳あ耳あ来た来た来た耳来たなんかもうね何を自分が言ってんのか分かんなくなる奈々ちゃんは来たよ来た来た来たこれ分かんない分かんないけどなったなったなることもあるんだ多分耳耳毛と耳なる人もいるうん。 次次、小崎崎さん耳、耳、耳、あれ違う。右目と耳毛はなんとなく似てるからそうだね、そうだねわからなくはないけど、小崎と餃子は違うもんね全然違うよね、食べ物と人差までええ行ってみるうん小崎、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 小…あ餃子だ餃子だ えおーざきおーざきおーざがギョーザになるんじゃないそっかおーざきのきから始めるときおーざになるからギョーザっぽなるんだおざきってきってるとならないけど続けてるとなるのギョーザっていうかきおーざになるねちょっとゆずちゃんもやってみてやってみようやっよう

難しいな一言一言、言多分はっきり言うとそうかあれだけどなんかねゆるっと言ってると餃子にはあやった滑舌の問題って言われたらちょっとあれだけどぼんやりぼんやり言ってぼんやり聞いた方がいいねそうだねぼんやり言ってぼんやり聞くとなるねそうだねそうだね面白いねこんなんやってるんだテレビでねえ ああでもほかにもありそうだよねこういう言葉って、ね、いっぱいありそうな気がするあいっぱいありそうだね、うん、これ募集が出たらきっとそうだね、うん、みんないろんなもの知ってると思うよそうねすごいね,ねでもまさかね尾崎、うん、が餃子とは思わなにこれさ、うん、なんか餃子ってさ漢字にしてあるから全くの別物に見えるけど餃子もひらがなにしたら「うん なんかちょっとヒントが見えてき。はい。餃子を言い続けると尾崎にはならないのか。どうだ。やってみようよ。やってみよう。餃子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 。え、餃子は餃子じゃない。い間ちょっと聞く尾崎さんいたよ。いた。間ちょっといた。あのね。 尾崎だと思ってこっちが聞く体勢を整えるのまずね。うん <laughs> うん、そうまず奈々<嘘>ちゃんは餃子とは言わない尾崎だと思って聞いてみると、うん、中に尾崎さんが混ざっている。本当？うん、でも尾崎を言った方が餃子がいっぱいいるね。餃子はそうだねそうだね餃子尾崎さはあんまり感じない。尾崎さんを探す方が難しい。そうだねうん、うん、不思議だねなんかねでなんだろう。 不思議だな耳毛、耳、耳毛も耳。耳毛はさ、なんかただ単に噛んだ感じがする。ね右目をただ噛んだ人みたいに、なんかなりそうだよね。うん右目と耳毛だしね。うん。尾崎と餃子すごいな。ちょっと餃子やってみて。へ。行くよ。尾崎だと思って聞いてね。尾崎だと思って。そうそうそう。はい。そこがね、ポイントだから。行くよ。うん。

ううんそ人間、ね、と同じ言葉を繰り返すとね、うん、どこで切ってどこから始めるかで何々を言るかがか、ねうん、その人によって違うのかな。 でもこれもさ、ゾウさんはなったけど、ゾウさんの家族さんはなれなかったんだって。人にまあね、うん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 、よりけりね。そうよ。だからやっぱ人間はさ、聞きたいものを聞く生き物だからね。そっか。そうだよ。そういうことかな。そうだよそうだよ。うんうん。まあでも他にもねこういうのいっぱいあるだろうから、もし何かあったら、えええぜひぜひ。 こちらでね、教えてね。教えてください。やってみますので、はい,は,いはい、はい、お待ちしてます。はい。ゆるちゃん。ゆるっと押し。このコーナーは私たちがゆるっと押したいものをご紹介するコーナーです。本日の推しは。 スターバックスと <laughs> <laughs> いうことでね。<laughs> はい。毎回ね、私たち新商品が出るたびになんかいろいろ買ってきてしまうんですけれども。スル、えーはできません。えーえー、そうですね。うん、はい。本日は、うんうん、はい、新しいもので、うん、チョコムースラテ。 チョコムースラテーはいというものが出てたので、ちょっとね、入手してまいりました。はいはい。はい。でね、これ、えっと、早速飲んでみます。はい、お願いします。うん。ななちゃん、おしいうん。あのね、上にムースが、 乗ってる感じ。そのムースはチョコ味なの <laughs> うん。なんかね、でもそんなに甘くないの。あ、そう。うん、大人な感じのチョコ。大人な感じ。へぇー。うん。じゃあカカオ感かな。カカオ。チョコレート感。そうだね。うんうん。うん。で、まあでも、下は、うん、ココアの甘さ控えめな感じなイメージのが近いかな。 アん悩みましたがうん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 じゃあ全体的にちょっと大人向けうん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 そっかそっかうんゆずちゃんは私は同じものをすごく楽しみに来て飲みたかったんだけどうん店員さんに「これは甘いですか?」って聞いたらちょっと苦笑いで。 いや、これ、実は結構ビターなんですって言われてしまって、コーヒーが結構がっつり入ってるんだって。うん、そんな感じがする。ね。で、全部抜いちゃいますみたいなことも言われたんだけど、さすがにそうしたら全く別のものだよね、と思って。そう、なので今回はちょっとななちゃんにそこお願いし、私は諦めて、えっとね、読むよ、いいみんなよく聞いててね。はい。 なんだラテラ<ッ>ホワイトモカシロップウィズフードエクストラミルクラクトアイスですウィズフードいらなかったな <laughs> <laughs> 長いねすごいでしょうん、ザスタバでしょうん、そうあのスターバックスラテって普通のラテがあるんだけど、うん、それだけだとやっぱり私苦いのよ、うん、そうでそれをちょっと甘くするために、うん、うんと ホワイトモカシロップっていう,うん、うん、ホワイトチョコレートを、のシロップを入れてもらって、うん、で、それに、えっと、氷がいっぱいだと溶けて味が薄くなっちゃうから、えっと、ラクトアイス、氷、うん、少なめ。うん、で、氷少なくした分、傘が減っちゃうから、うん、えっと、エクストラミルク、プラス牛乳多め。飲むのにしてみました。かなかなか。 注文が大変な感じだねでもこれ全部日本語で言うからね私ね「ーリスクなめミルク多めでお願いします」って言うとうん、うん、この呪文のようなものが書 <laughs> いてそれだけ何か追加したりとかするとうん、うん、プラそうえっとねホワイトモカシロップの分だけが、うん、多分ちょっとね何十円とかでシロップ代がかかるんだけど。うんうん 氷を少なくしてミルクを多めにする分には確かにここはねトントンなの無料なんだよね少なくしたものがあるからそしたらントンになっちゃうってことなんかねそこはまあ前からねおすすめされてて私よくそう氷少なくしてくださいって言うと店員さんの方から「じゃあミルク多めにしときますか?」ってね聞いてくれるの。 まあね、量少なくなっちゃうとね、うん、ちょっと寂しいもんねそうそう。そう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 。うんうん,うんうん。な、ミルクが増える分、うん、そのコーヒー感もまたちょっと減るわけですよ。うんうん、ああ。そうすると、私みたいにコーヒーがっつり飲めない人でも、だいぶ飲みやすくなるというね。うんうんうん あとね、これからの時期さ、やっぱりそんなに氷いらないよっていうこともあったりするじゃない冷えすぎちゃう。そういう人にはね、いいよね。そうだね。ちょっとやってみていただきたいね。忘れずに、氷少なめ、ミルク多めって言えばいいんだね。そうそうそう。そうすると、エクストラミルクライトアイスっていう魔法の言葉がついて帰ってくる。 そうそうそう。覚えとかなきゃ次。そうね。ぜひぜひこれからの季節は使ってくださいよ。あでもこれからさ、こういうチョコっぽいのとかがさ、季節柄増えていくのかな。そうだね。またホットがね。ホットがね。うん増えてくるだろうからね。なかなか今までね、フラペチーノ推しをしてきましたけど、なかなかね、フラペチーノもね、 ちょっと寒いからいいや、みたいにね。そうだね。これからの季節はね。うん、うん。なってくるから。うん、まあ、ホットの商品もね。うん。いろいろ、おっていうのがあれば。はい。ね、これからも紹介していきたいと思います。え、通い続けましょう。はーい。 ゆるちゃん。ゲストとゆるっと。このコーナーは、私たちがゆるっとをしたいゲストさんをご紹介するコーナーです。はい。本日のゲストは、声優ナレーターの、とのところあつしさんです。はじめまして、とのところあつしです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 早速ですけれども、はい、聞いていただいている方に日頃どういう活動をされてるのかなというのをご紹介いただければと思うんですけれども。はい えーと主に声優ナレーターとして活動しておりまして、まあ、ナレーションが多いんですけども、まあ、代表作で声優としての作品でいくと、えー、女子力高めな獅子原君という原作漫画があるんですがそれの YouTube アニメで主人公の獅子原颯太君の声を担当しております。はい 主人公ですねそうです聞きました聞きました本当ですかありがとうございます爽やかな男の子だったそうですね作品自体は爽やかなものですね中身はおじさんなんですけどでも声もすごい爽やかで顔も良かったからすいませんありがとうございます お仕事的にはなんかこういう役が多いよとかああまあでも宍原君をやりだしてからその,かわいい声の方が増えましたかねただそれまではおじさんとかおじいちゃんが多かったすえーえー、すごいはいなので全然あのギャップが <laughs> すごいあって。 ふけができるんですね。そうですね。一応最初はふけ、あ、えっと、元を正すと、最初はオカマ役が多かったの。ので、えーえー、そこからおじさんになっていって、えー、いきなり高校生とか、もっと自分より。年齢が下の、幼い役をやるようになりましたね。えー、面白い。スタートがオカマさんだったんだ。そうです。そうです。<laughs> まあ、まあ、でしたね。へー なんかお名前から勝手に想像してすごいお声のイメージがなんて言うんでしょう渋い渋いそうそうですねよく言われます若いんですねって言われますね絶対そうなと名前はもう武将みたいな名前なのですごい強そう強そうな本名なんで そうなんです芸名じゃないんですよ、これ本,えー、本名で下の字だけちょっと芸名で変えてるんですけど、と、うん、のところは本名ですごい、珍しい,珍しいそうですね、えー、すごい本当、えー、武将みたいい <laughs> すごいベテランの音響監督さんとかが、えとのところ君ってそんな年なのみたいなこと言われて、そうなんですよ、若いんですよ、実は。 でも、中身おっさんだねって言われて <laughs>、ちょっと待ってください、ね。<laughs> そうなんです。ちなみに、そのお名前から <laughs>、はい。武将の役とか、来たりしたことはないですか、ね。まあ、でもですね、うん、ありますよ。うん、武将、武将というか、そのまあ、歴史的な偉人の声とかは、結構やらせてもらってます。うん、ただ、最近だと、そのやっぱり、ちょっと。 あの美形だったって言われてるような役が多いですかね。うんうん、ちょっとこう行くぞ、うんうん、みたいなその武将武将したような感じはないですけど、ゴツゴツした感じではなさそうですね。きますね。できますよちゃんとそういうの <laughs> できますやれすお願いします。<laughs> 俺やれます。はい、<laughs> でもどちらかというと、はい、やっぱりお得意なのは。 や柔らかい感じとかのがそうが、ね、爽やかとかやっぱりその求められているのがそっちの方なので、うん、やっぱりその可愛いとか爽やかな方が、うん、あが合ってるんじゃないかと思いますうん、うん、ただ自分がやりたいのはやっぱりちょっとこう渋いかっこいい役をやりたいっていうのはありますけど、うんうん、でも得意が伸びてくれればいいなとは思ってます。うううんうんうん、うん ねなるほど,なるほど確かにねこう武骨な、はい、なんていうのかな、うん、こう甲冑つけて肩幅もガツッとしてるっていうイメージ自体は、はい、あんまり持たないかもしれない、うん、そう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 ご本人もこうスマートでこう爽やかな感じだし。うんうん 声もね、地声がこんな感じだからうん、あんまりこう、なんだろう、白い髭生やしたこうなんかギリッとした眉毛のイメージは声からはもらわないけどでも、やろうと思えばできますできますよ、全然やりますやりますそっか、じゃやりたい役としては もしあればそういう,こうごつめの役とかもやりたい、うん、まだそっちの方を挑戦できてないのでやってはみたいですね舞台とかではなくてやっぱりアニメーションととかかボイスドラマとかそうですね、あのー、もともと舞台やってたんですよ<ー>ただちょっと、あのー、目を悪くしちゃったんで舞台に出れなくなっちゃったので声の方で。 どどんどん行きたいななと思ってますねなるほ台ですね<ー>知らなかった私その情報ずっと声優さんなんだと思ってましたもともと声優になりたかったんですよ<ー>でまあ舞台の方から入って<ー>あの芝居を全くやってこなかったので<ー>舞台から入ったらちょっと舞台が楽しくなってあやっぱりそうですね 役者となんとかは三日やったらやめられないってよく言われる <laughs> なんとかって何ってちょっと気になっちゃいますよね <laughs> なんとかって何ですかなんとかはなんとかだよ後で教えてあげる。<laughs> 後で教えてくださいナレーションだと、はい、こ,こっちのなんか系統が多いよとかもあるんですかあっ でもナレーションは幅広くやらせてもらってますかねどちらかというとこのかわいい感じのはないですね爽やかとか明るいあとはそれこそちょっとこうあの渋めのとか低い声の落ち着いた感じのが多いですかね。 ね爽やかとかねナレーションとか重要だよねそうですねやっぱりね商品をねそうですね商品関係はやっぱり明るい方がいいですもんねうんうんうん求められそうあたりうん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 そうかでもねいろいろね幅が広いね本当だねナレーション舞台やって声優さんやってナレーションをやるにあたってこう そのナレーション用に何か学んでるとか、ナレーターのそのお勉強しに行ったよ。とか、そういうところからナレーションの方にも流れてきたんですか？そうですね。もともとまあ専門学校に入ったんですけど、うん、そこで声優の。まあマイクワークであったり、とかも学んでナレーションもあったんですよね。うんうん、で、そこがまあちょっと。 人数も多いのであまり自分の時間が持ってなかったので、うん、外部で、あのー、そういうナレーションのワークショップみたいなのをやりながらちょっと学んでましたね。なるほどうえこナレーションとかだと代表作って言わないのかもしれないけどはい、はい、もし皆さんにこんなところで僕のナレーション聞けるよとか。 あったらら教えてもらいますす、ね、そうですね一番、まあ、そのプロフィールの上に来てるのはマンダムさんのギャツビーという商品がブランドがあってその商品を一部やってたりとか、うん、あとはあの YouTube とかあと TikTok とかウェブ広告ですねあっちの声はほぼ僕やってたりするので多分。えー 結構聞いてる方多いんじゃないかなと思います。えー、すごい。うん、すごい。<laughs> じゃあギャッツビーさんの商品のホームページとか飛ぶとどのところさんの声聞こえたりするのかな。はい、今はどうなんですかね。うんうん、それまあある,れあるじゃないですか。<laughs> うん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 。<laughs> もしかしたらね、はい、あるかもしれない。あると思います。うん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 。まあ。 いいろろ今後幅広くできたらいいなと思っていらっしゃると思うんですけれども、はい、ナレどちらかというとナレーションなのか、あのー、声,声優というか<ー>演技の近い方とどっちがやりたいとかあったりするんですかね。あもともとやっぱり芝居がやりたくてこの業界に入ってるので、うん、やっぱり声優業で特に、あのー、吹き替え外話の吹き替えとかボイスオーバーをやりたくて。うんうん この業界に入っているので、<ー>そっちの方ですかね。はい、やっぱりセリセリフの方がどちらかというと。そうですね。うんうん、はい。渋い吹き替え。<laughs> え違う。<laughs> 渋めの吹き替え？ああいや何でもいらない。渋めに限らず、はい、もう。はい、限らず、うんうん、洋画とかの、はい、吹き替え。はい。 ね若い爽やかなのもできるし、フけもできるってことですよね。そうですね。うんうん、強いそれは強い。うらや、うん、ましいわ。<laughs> ねやっぱり幅広い方がね、使うでいただけるとも思いますしね。頑張りたい、ね。どこにでもハマれる役者さんに。うん、はい。うん、ぜひお待ちしております。お待ちしてます。<laughs> ね、よろしくお願いいたします。待ってな まだまだお話をおききしたいですがそろそろ次のコーナーにいきたいと思います、はい、ゆるちゃんゆるっとお願い このコーナーはゲストさんとゆるっとしたり、おすすめのゆるっとを教えてもらうコーナーです。はい。早速ですけれども、ゆるっと一緒に遊んでいただきたいなと思うんですけれども。はい。わかりました。はい、遊びましょう。<laughs> やったー <laughs> ということで、はい、何をして遊んでいただこうかなと思っておりましたところ、はい はい、ちょっとね、ゲームをご提案いただいたので。はい、どういうゲームか、教えていただきたいんですけれども。あ、まあ、単純なゲームなんですけど、答えを合わせましょうというゲームです。あの、一つお題を出しますので、三人で。その、お題に対する答えを合わせられるか。例えば、赤いもの。はい。で、僕がお題を出して。せーので、答えたら。 まあ、トマトとか、うん、ポストとか。ああそれ,それが、答えが一致するか。一回のみせので答える、ー。一回のみ。おぉなかなか。え、あったら、そのあった人たちが1ポイントとかになるんですか、うん、そうです、そうです<おー> <laughs> じゃ。本当は3人で合わせたいんですよ。常識を知りたいっていうか。うんあ <laughs> 普通,普通世間一般で、うんうん、普通は何なのかを友達と考えるときにやってたんですよ。なるほどじゃあえっと自分が思ってるものというよりは、うん、常識的に考えたらこれだよね、うん、を言うゲームに合わせていく感じ。そっかー。ああ頑張ろう。<ー> <laughs> 常識が問われる。おおそれは一人になったら辛いね。<laughs> 僕友達とよくやるんですけど。うん 和食といえばで、三人でやって、二人は寿司って言ったのに、一人はおはぎって言ったんで、おはぎ！これぐらいずれてる人もいるので、<ぎ> <laughs> あなるほど、なるほどねー。あ、これはやりがいがある。うんうんうん大丈夫ですか？はいオッケー。チャレンジルルはわかった。はい、はい、お願いします。じゃあ最初のお題僕がはいやりますね。何がいいかな。 まあそれこそ一番簡単なものからもうさっき出ました赤いものなんでもいいです赤いものだったらはいはいいいですかもう目の前にあるからいけないんだよね赤いものがねこね合わせてくださいね分かはい、いきますせーのトマトはい答え合わせます僕トマトです

ぶぶーっ誰でした誰でしたおかしい今のは合うべきやつだよ答え言っね言ってますからねちゃんと聞いてないとねやばい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 同じもの言っちゃいけないのかと思ってたそういうゲームじゃないから同じもの言わなきゃいけないゲームだよ合わせてくださいはいわかりました大丈夫ですお題をどちらかお題出す方も結構難しいですね じゃあ行きます。はい。ななちゃんどうぞ。黄色い食べ物といえば。ええ。いや一つでしょ。ええ。ええ。いいですか？いいよ。はい。せーのトウモロコシ。何ですか？あれ。僕が間違ったかな。あれ？あれ？あれ私バナナ。私も。

黄色にはならなくないなかんけ黄色いけど黄色では出てこないやばいやばいもっとシンプルにこううんじゃあゆずちゃんお願いしますはいじゃあスポーツの秋ということでスポーツといえばええ難しい幅広いなあ、そうかまあでも 行ってみますかね。はい。よ、せーの、野球。ダメだこれ。なんて答え。合わないですね。私水泳。僕野球です。野球かサッカーかでも迷った。そうですね。なんでそこ二人で迷ってんの。水泳も入れてよ。ちょっと前までね、あの大きい。 試合とか盛り上がってたんでそうまあでもねそういう意味ではそうラグビーもあったけどちょっとバスケとかね普通にだからねサッカーか野球そうですねね球技といえばとかうんそうか球技も考える方も結構難しい難しいんですよやばいな私これ全然合わないな次いこう次次次よし 中華料理といえば中華料理ね中華料理ねまあ厳密に言ったらもう日本のものだろうとかもありますけどもう本当に中華料理店で出せる思ってはいうんいきましょううん悩むいいよいいですかせのチャーハンああ、りましたもししかてチチャャーーハハンン 似合わないですね。合わないよ。合わない。餃子とラーメンも浮かんだの。はいはい浮かびます。うんでもなんか見た目的にチャーハンって言われたときにそうボンって出てきたのがチャーハンだったうん。なんてこった。難しいな。なんか揃いそうなお題を頼め。揃い一回ぐらい合わせたいね。合わせたい。このところさんが帰るまでに。 お題を出すのが難しいね、うん、はいじゃあ行きますうん子供に人気がない野菜あ<ー>あ。はいはいうわでもこれもそうだねはいはいそうだねうん行きますよはい、うん、せーのピーマン <laughs> 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 全然合わない 子供の頃すごく苦手だったものを思い出したのああうんうんうんなんでピーマンだったピーマンうん今食べられる人参でしたね苦手いや僕苦手苦手なものないんですよ苦手なものないから逆に難しいそうするとそうですそうかなんかイメージ苦かったりとかさ匂いが強かったりとかさそういうイメージのものってやっぱりなんか ちっちゃい子の方が、うん、あれなんだってね舌が敏感で、うん、大きくなればなるほどそれが鈍くなるから食べられるものが多くなる。だからやっぱりそういうなんかきつい、うん、お味がついてるものとかがあるかなと思ったけどニンジン苦手な子もいるんだよな確かに。うねにん ピーマン玉ねぎはね。そうなんです。玉ねぎ、うん、そうですよね。キノコとかね。茄子とかそう悪<ー>の強いものかもね。あねそうあー難しい。ちょっと三人揃う <laughs> えー。えちょっと待ってやばい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 。えー、揃えてこう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 よし。えーとねーえ。えとねえ。うんどうしようかな。どうしようかなー。 <laughs> うんどうしようどうしようどうしよう,うお題も難しいですね難しこう何でもよければ出てくるんだけど、うん、合わせやすいものって考えるとすっごい頭使うかもいや意外と合わせやすいかもじゃなくてもう自分が思い浮かんだやつがあったりしますよ、うん、じゃあそれでそれでいってみよう本当 <laughs> にわかんないです <laughs> <laughs> 保,証保証はしない ね、なんか変になるかもしれないから、うん、か思い浮かんだものをじゃあ運動会の種目といえば <laughs> あトのところさんのここ眉間にしようよちえ <laughs> <laughs> 見ちゃったよ。<laughs>

にごめん視線に気づいてなかったよ <laughs> かったたななんんかのの話しし気がすすると思ったのに <laughs> さつままいいもの話しさいの話最初しましもね <laughs> だね初ねだねだ <laughs> <laughs> 合わ残念でした残念結構難しいです、ね、お友達とやるときは 結構合うようになってきたんですか全然合わないで <laughs> やっぱ難しいんだそうか、世間一般のコペって難しいんだね,ね,ねいやでもなんか面白いですね、はい、すごい楽しかった、はい、ねぜひ皆さんもね、<よ>やってみていただければちょっと盛り上がるんじゃないでしょうかねはい、ぜひ世間一般探してみてください そろお別れの時間になってしまいましたいかがでしたでしょうかすごく楽しかったです全然合わなかったですからね確かになぜだ難しいですねうん合わせたかったけれどももう一回やりたいくらいでも多分もう一回やってもさ ここは合いそうですよね。ねそうだねって <laughs> いじめる。<laughs> 私だって一般常識を次学んで自力エンジしてやるんだから<笑><笑>まあ本日はね、うん、こんな感じでお送りしてしまいましたが <laughs> し,しまた <laughs> しまいましたがって変化なんだで <laughs>、ねえー、まあねちゃ,ちゃんと下を越えって言ったら変だね。はいうん <laughs> ここで告知などがあればね、教えていただきたいんですけれども。はい。ええー、私も関わっている作品で、あいまいみち先生の原作、女子力高めなシシハラくんは、漫画配信アプリガンマにて好評配信中です。ええー、現在単行本も六巻まで出ておりまして、うん、これからの展開から目が離せませんので、うん、ええー、そして。 シシハラくんたちが YouTube アニメでも活躍中です。こちらで私が主人公のシシハラ聡太くんの声を担当しております、うんえー。ぜひチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。女子力高めなシシハラくんをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ますね、ぜひチェックをね、うんうん、お願いします。はい、はい。い,いねボタンポチッとね。はい。はい。うん、うん。たくさん楽しいお話が載っているので、そうなんですよ。うん、結構ね、うん、長くやっ やらせてもらっているので、うん、はい。石原の声聞きに行ってみてください。はいね、お願いします。はい。もう、ね、実際。そちらに飛んでいただくのもいいだろうし。何か。個人的なツイッター、あ、ツイッターじゃないね。X などでもご紹介とかはしてますかね。<笑><笑>あ、そうですね。あのー、僕の、とのところ、あつしで検索してもらえれば。うん、あの、出てくると思いますので、そちらを。 確認してもらえると、あの趣旨あらぐの情報であったり、日々のつぶやきをやっておりますので、はい、ぜひフォローお願いいたします。また何か更新作出たら出ましたとか、今そちらからね,ね確認できたりしますよね。はい、ぜひチェックをお願いします。はい、殿所、はい、さん、はい、珍しいお名前ですと、ね、お殿様の殿に場所の所でところ。そうです。 ですよねで、ツウシーさん私あれどうやって説明すればいいのか竹冠に馬ですね、うん、あれ縦にすると殿様が甲冑かぶった馬に乗ってるように見えるやっぱりそっち系やっぱりかっこいいな武将系だね。うん、絶対同じお名前いないから探したらすぐ 出てきます。見たら一回で覚えてもらえ。あ、本当ですか。うれしい。忘れない。忘れないよね。お名前のインパクト強いから、あなたの記憶にとのところあつし。だが、しかし、それだけのイメージがつくと、武将として。そうですね。でも、爽やかですって。ね、何でもできます。俺やれます。宣伝しとかない。 本当にでもね今今日ね聞けなかったお声などがね、うん、YouTube なので確認できると思いますのでははい、はいいいチェックをお願いいたします、はい、それでは「ゆるちゃん」では皆様からのメッセージ質問お悩み相談こんなことしてなどリクエストをお待ちしております。リクエストは x のアカウントナななゆずチャンネルの dm または info-892fm.com まではいファックスもございます千葉043-4415592千葉043-4415592星川奈々と里中ゆずのゆるちゃんまでお願いいたしますはいあとゆるちゃん x の方もぜひフォローえー コメント、リクエストなどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますこの後23時からは「ファンファンウェンズデイ船橋ひまわり娘のまるごとチバにあん」の放送なので引き続き「スカイウェーブ FM」でお楽しみくださいそれでは星川奈々と里中ゆずのゆるちゃん,ちゃんいい夢見てねおやすみなさいバイバイ